さあ、ワッキーかいやまのファニーガチャのお時間でございます。このコーナーはガチャガチャカプセルトイの保有個数10万個結構持ってます。ガチャガチャの本を5冊書いております。そして秋葉総研最新ガチャ探訪なるネットコラム連載中の私ワキワキワッキーワッキーかいやまが女性やお子さん家族で楽しめるガチャガチャを毎週一種類紹介するコーナーだぴょん。ガチャガチャよろしくお願いします。毎週なんか違うことをしないとね、そんなことを思いながらやっておりますが、さあ回る今日回りが良くないか大丈夫か。はい、出てきたんだな、これがな。ちょっと小さめのカプセル、お箱に白い箱入ってますね。何でしょう、重い、はい、何ですかね。あら、かわいい。これなんていうんですかね、ガラスこれクリスタル系のね、ガラス、はい、ガラスというか、まあクリスタルの中に何が浮かんでます。クラゲですね。そうなんです、これね、クリスタルキューボイトっていうねやつで、おしゃれ。そうそう、中にあのジェリーフィッシュ、まあ、クラゲが泳いでいるっていう、これあのスマホのライトなんかをね下からかざすとですね、はい、まるでですね、あのもうあれですよ、あの鴨水族館のクラゲのドームのようにですね、そんな再現ができるというね。あの大きさ的にはですね、縦が3センチ、横が 1.5 センチぐらいの、ね、うん、あの大きさなんですけども、はい、結構小さいながら立派にできてますよね。すごく立派です。ね、うん、これあの、今手にしてるのが赤クラゲ。赤クラゲ。その他ね、水クラゲ、タコクラゲ、ウリクラゲ、カツオのエボシ、そしてコティロリーザ、ツベルクラータという。ちょっと私はかっこいい名前だ。カモ水族館の担当の方で聞くと分かるのかなその6種類ということで、うん、あのファニーですけども、ちょっとこう大人になってからね、うん、クラゲ好きにはたまらなくいい出来だと思います、うん、ちょうどそのねクリスタルの中にね浮いているような感じでね、クラゲが中にこうあしらってて、立体のクラゲがね泳いでる感じがするのがいいでしょう。どうやって作ってるんだろうそうね、うん、そういう、私作ったんじゃない、何とも言えませんけども、でもずっと見てられる、浮いてるんですよ、ね、本当にね、カプセルトイでございます、うん、だから下からライトもね、いろんなライト、これ赤クラゲなんでね、赤いライトなんかもぜひね照らしていただけると、うん、クラゲ自体が赤いかどうかちょっと分かりませんけどもね、はい、このザ・アクセスクリスタルキューボイトミニジェリーフィッシュゲット難易度欲しいくつですか。ゲット難易度は欲しいマックス3です。実はですね、ファミリーレストランの入り口で見つけてきたんです、はい、あのガチャガチャがねいっぱいある、あのいわゆるカプセルトイのデパートっていうところにはねなかなかないんですよ。うーん、であるとすればドラッグストアの入り口とか、うーん、だからね見つけたらすぐに回さないと、おー、めたにないそう、すぐど次どこで会えるかわからないというね、うん、なかなかあのもどかしい、そんなカプセルトイなんですけど、はい、ゲットしたらねなかなかいいもんでございます。かわいい。これ揃えてね、あのなんかこう重ねてってもいいかなっていう、うん、ちょっと立体を大きめにしてね。これ1回何円なんですか。300円、安い、うん、ね、なかなかプレゼントしてもいいと思いますんでね、うん、ぜひよろしくお願いいたします。ザ・アクセスクリスタルキューボイトミニジェリーフィッシュ紹介いたしました。このガチャガチャについてはワッキーかいやまの YouTube チャンネルでも紹介しています。あのライトをね下から当てたそんな様子なんかも YouTube の方がチェックできますんで、よろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いします。取り扱ってほしいガチャガチャ、ワッキーさんへのガチャガチャに関する質問を受け付けています。今月9月の24日日曜日まで開催、仙台電力ビル1階のグリーンプラザガチャガチャ今昔コレクション、皆さんお越しいただけましたでしょうか。月曜日休館なんでね、それ以外はですね、10時から17時までやってますんでね、ぜひ観覧無料でございますので、仙台にお越しの際は足をお運びください。最後にお知らせです。マジウラファニーガチャのコーナーと JR 新庄駅がコラボしたファニーガチャステーションが現在新庄駅隣接ユメリア鉄道ギャラリーに設置中でございます。 JR 陸羽東線の駅名標セラミックキーホルダー27駅分ね。ダメ人間さん、この間も新庄駅で、ね、約1時間半の待ち合わせをしましてですね、そこで回しました。じゃあやるわねってね、回したらですね、鳴子御殿湯駅と郵美館駅、ね、どちらも宮城県内の駅なんですがダブりだそうで、今のところ27駅分22駅分ゲットしたんですが、すごい駅、そうフルコンプのね道険しってね、うん、X には書いてましたけども、あとねメタトロンさんも X に投稿がありまして、はい、ミチカのパネルを使ってですね、うん、アフレコしてます
ぜひその模様はね、ハッシュタグカタカナでマジフラ、漢字で山形でチェックしていただければと思います。いろんな遊び方ができますね。そのようにですね、我々二人の等身大パネルも設置中でございます。皆さん足を運びください。ワッキー1回目のファニーガチャ、来週もお楽しみに。人も出た人もお小遣いの範囲内でやりましょうね。